どうですか、ファンの皆さん。ね、かわいい。皆さんの反応が。いや、皆さん、ね、笑顔でかわいいって感じで見入ってます。ね、これは何歳ぐらいでしょうかね。いくつなんですかね。全然覚えてないですね。3、4歳ぐらいなんですか。ちょっとちっちゃいか。4歳ぐらいですかね。寒いんですかね。恥ずかしいのか寒いのか、うん。ちょっと変わった服装をしてますよね。なんでこんな選んだんだ。どんな男の子だったんでしょう。そうですね。ほとんど記憶がないですね、やっぱり。うんうん、だから唯一記憶があったとしても小学校ぐらいからじゃないですか。幼稚園ぐらいはそうかもしれないですね、はい、もうちょっと大きくなってからはどんな少年でした。子供の頃は至っても皆さんとその変わりなく普通 の、 子供だったと思います。なんかただ漠然とした不安ってあるじゃないですか。宇宙が怖いとか、死ぬってどういうことだろうとか。怖いですよね、子供の頃って、はい、いやそれを多分皆さん考えてると思うんで、それで寝れなくなったりとか、トイレ行けなくなったりとか、はい、それくらいで、まあ、あと今思うと変だったなと思うのは、なんで学校の教室の机がこうやって並んでなきゃいけないんだろうとか、そういうのは漠然と思ってましたね。なんでまっすぐじゃないとダメなの、丸じゃダメなのとか、そういうことはぼんやり思ってたと思いますね。それ以外は皆さんとそんな変わりないと思います。あ、でもやっぱりなんか着眼点が面白いですね。そうですね、うん、そうですか。きっと何かこうセンサーがピッと独自のものがあるんでしょうね。